よし。で、何やんだっけ。ああ、若者の動向を調べる。そうだ。なんか若者たちが、アラミゴ族の若者たちが、あれだわ。なんか調子に乗ったムーブをしだしたから、そいつらを、どうこうするって話か。あ、待って、最悪。そういう感じか。範囲で、どっかにおるっていう、あ、見立てだった。お前ね、とりあえず一人分や。私なら大丈夫。みんなといるとすごく安心できるんです。こいつクソローバイスだよね。やばいよーとか言って帰ってきたんだよね。他は稲さでだね。OK。隣の部屋行こう。で、あ、でもオレンジのやつ消えてないからまだいるのか？これ上とかにいる？もしかして。上にいたら、いるかい。何あれ。ビルレット。ほい。怪人ラルーがアラミゴの神を俺たちに力を貸してくれ。わ、これダメなしそうじゃね？止めるつもりは遅かったな。ほとんどの仲間はここを出たぞ。クリスタルさえ持ち帰れば。うわ、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 ガタ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 、めっちゃガタガタしたね、あいつ。あとは次か。ほい。降りて、いたいたいた。怒りに震える少女。お前は名前がないんだ。ベルトリアナ、かわいそうに。不祥どもにまで見下されるなんて。惨めな生活もう耐えられない。ウィルレットの作戦に、あ、まずいまずいまずい。若い子たちが。ん？待って、まだいる？あれ、お前は違うんだべ？ああ！待って。普通にこのびっくりマークのやつ？違うな。こいつらは普通にサブクエだわ。え？何このオレンジの範囲。ここって何かあったっけ？行き止まりがいい？え、待って、そうなるとどこにいるんだもん。残りは。あいつらは違うし。いや、ここオレンジじゃないから、ここにはいないわ。こっちだろ？5人？こんないる？ベロルド。あ、あんなんか裏かな？段落の地図、何これ？何これ？あ、待って、そういう感じ？喋るだけじゃなくて、なんかああいう落ちてるアイテムあんの？それむず。それは見てない。ただこっち側のオレンジがなくなったから、あっちのオレンジが、すべてだね。やっぱなんか上にありそうだな、そうなると。勢いづいた若者。あいつは？この作戦が成功したらすげえ力が手に入る。帝国をぶちのめして世界を見返してやるんだ。手先に教わることなんかね。見取り図。見取り図。あ、そういうこと？喋ったら、いいアイテムが表示される的なやつか。ん？で、どこ？ここにはない。こういうのは大概得てして反対側にあったりするんだよ。ない。じゃあ下か。あったあったあった、フルボッチナイフ。よし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 。オッケーオッケー。オッケーで、グンバルドに、渡しに行くと。グンバルドに渡しに行く。
で、グンバルドが、ほい。彼らの様子はどうだ？先ほどから姿が見えない者がいるが、もしや。そのもしやなんすわ。ほい。狩りに使う探検、それに残落。アマルジャ族の砦の詳細な見取り図だ。残落ってなんやね。ここからクリスタルを持ち帰ると。無謀だ。たどり着く前に殺される。クリスタルを求める理由は定かではないが、アマルジャ族がどれほど危険か分かってない。はい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 。オッケー。あ、しゃあなしな。本音助けたいと別に思ってないけど、ビルレット？あ、オッケーオッケー。助けたいと思ってないけど、あれ、こっちから出るのがセトルドか。本音は助けたいと思ってないけど、アラミゴの、なんだっけ、解放軍？解放隊？の隊長がバカいいやつだから、あいつの顔に免じて。あれ？こいつだってあれか、アマルジャ。シーア。バハムートのあれだよね、こいつらは。痛い！バハムート、何あれ？すげえ、初めて見たサンドストーンゴーレム。すげえ、あ、結構いっぱいいる。全然レアじゃなかったわ。あ、こっちだ。痛い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 。あ、どういう状態これ。バトル。オッケー。バトル。バトル行きやす。ウィルレット、生きてるの？え？他みんな死んだの？違う、違うんだ。こんなはずじゃ。俺たちはクリスタルを手に入れて、帝国を、ウィルレット、力が欲しいならクリスタルと祈りを捧げて怪人ラルーガーを呼び下ろせと言われたんだ。クリスタルを盗もうとした。でもすぐに見つかって、うわうわうわ、アマルジャ族バカ怒ってるやん。逃がさずんぞ。黄金無知なる人の子よ、我らが御神に捧ぐ聖なる供物を狙いしつみ、その魂を持って償わせんだるいなこいつらの喋り話。若い衆の祖祖は謝罪しよう。わわわわわ、いい族長。今は未熟でも、彼らは国なき我らの希望。あー、まあ、ガキは大事だよねって話か。おじい、こいつらを、俺は。あ、待って、俺これやりたい。やばいやばいやばい、ちょ、めっちゃヘイト買ってる。間違えた。どこ行った。まずい。ヘビーショット消えた。まずい。マジミスった。ちょ、まずい。ヘビーショットのボタンどっか消えた。待って。ターゲットが射程外。なに。待って。やばい。待って、一旦こいつらをこれ倒そう。この後直そう。やったわ。で、6。待って、バカ出てくる。無限に出てくるやん。あー、こいつ倒さないと一生出てくるパターンだ。味方が死んじゃう。さっさと倒そう。俺はほぼ死なないけど。嫌だ、生きたいよ。あ、これでおじいたちが助けるから、これでありがとうって感謝するパターンか。
オッケー。あ、まだ全員かい。待て待て待て。待て、ごめん、ごめん、ごめん。俺のミス、俺のミス。違う、違うんだ、違うんだ、違うんだ。あのね、途中で、技が一個消えた。アクションリスト。アクション、ヘビーショット。他はないもんね、別に。35レベルになったら次覚えるけど、35レベル、今何レベル ?30、うん ?36? マイキャラクター。プラスジョブ。あれ ?36 だけど。あ、これでジョブクエストやったら、技覚えるのか。ノーマル、イージー、ベリーイージー。で、ノーマル、ノーマル、ノーマル。さっきのは実力じゃない、別に。よし、やろう。スリープ。ほい。とりあえず、とりあえず、もうさっさと、こいつを縛いちゃおう。オッケーオッケー。よし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 。ああ、まずい。ヘイト買った臭いけど、まあいいか。だって、味方ボッコボコにされてる。応戦者はウィルルと守ってくれ。ああ、もう。こいつはそういう感じか。待って、これ、もうこいつから、範囲攻撃だ。ミスターミスターミスター。もう範囲攻撃でさっさと、やばいやばいやばい、ビルレット死ぬ、ビルレット死ぬ。そう、もう誰もいいけど。やばいやばいやばい。ちょっともうさっさと。やばいやばいやばい。やばい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 。まずいまずいまずい。ビルレットが死ぬ、ビルレットが死ぬ。まずい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 。でとりあえずあとちょっとあいつが死ぬから、あいつ倒しちゃって、まずいまずいまずい。あ、もう待って、ウィルレットやばい、これダメだ。あ、待って、俺これ使うの忘れた。待って、ガチ勝てん。ノーマルノーマル。任せろ任せろ。よしよしよし、わかったわかった。ザコから一回しばきましょう。ザコの前衛からしばいていきます。オッケーオッケー。で、いた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 。俺にファン出るな。こんばんは。俺ちなみに今ね、このファイトもう2回死んでる。あの、違う。この、あれ、どういった?ウィルレットっていう、バカザコがいいんだけど、こいつが死んだら負けなんだけど、こいつがマジクソ死ぬんだよね。バカバカバカ。マジ、秒で死ぬの、あいつ。倒せよ、あいつ。マジ、秒で死ぬんだよね。あ、忘れてた!装備更新してる。装備更新してない。あ、だってメインストーリー進めてないからまだ。この間のやつが、あの、マックス値。あ、で、まだ敵出てきた。ちょちょちょ。ちょちょちょ、もういい、ここで。ここで。あ、7だ、7。違う違う違う、8使って7だわ。これで、もう処理をさっさとする。間違えた間違えた。これで、やばいやばいやばい。まずい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 。ウィルレットは?おち、ウィルレット大丈夫。でかいでかい。ウィルレット体感半分ある。おちおち。
あとはこいつは勝ちだ。もうこれでクエストクリア。これでクエストクリアです。全然楽勝だったわ。待って待って、あ、違う、オッチー、よかったー。びっくりしたわ。2回失敗するのびっくりだわ。これほど腕が立つとはな。2回失敗してるからそんなこと言わないで。うちの若い衆など歯が立たないはずだ。まあ、それはな。まず、リトルアラミゴへ戻ろう。追っ手が来ないとも限らない。ここは危険だ。ま、待ってくれ。クリスタルを持ち帰らないと。二人と一緒ならきっとやれる。バカ野郎め。お前もアマルジャク族に連れられてきた、焼かれし者。エンパードを見ただろう。エンパード、誰がいんの？え、ん、アラミゴ族にテンパードいんの？ああ、今後ろにいた奴らか。嘘だろ？仮面の男はそんなこと言ってなかった。レベル上がっても、装備更新してかないと能力なんも上がらんので注意。え、待って、俺今レベル、防具レベルの適性がわからない。これね、服はね、あれだよ。なんだっけ。ミラージュ。なんとか。今こんな感じ。まあ、でもさ、弱いか。レベル25からの装備してるから、30適正だったら弱いのか。今いくらある？ 5 万1000か。え、買った方がいいのかな、やっぱ、なんだっけ、お店で。なんかさ、結構。話にならん。話にならん？なんかさ、結構さ、防具買おうか迷うのよ。ショップで。けどさ、なんか、結構小刻みじゃん。32レベルから。35レベルから、みたいな感じでね。わー、でも今買うなら32レベルになってから買おうかな、とかさ。ん？合ってるね。そういうのをね、考えてしまってね。あ、これ逆になってる。いやー、次かなーってやってるうちにね、ただお金を貯めてる人になってる。じゃあなんか買おうかなー。なんか次バトルしなきゃいけなそうな空気になる前に買いに行くわ、じゃあ一回。それともさ、あれ？ダンジョンをやって、ダンジョンから出る防具の方がいい？お店で買うより。もう隠し事はなしだ、ウィルレット。お前に計画を与えたのは仮面の男だったのだな。あ、そうだよ。仲間と話してるところにあいつが現れたんだ。はいはいはい。でもそれきりだ。それきりなんだ。結局騙されただけさ。今度こそ変えられるなんてどうして信じたんだろうな。アラミゴ人は惨めに死んでいくしかないのに。そんなこと言うなよ。俺がアラミゴ人助けてやるから。ビルレット、我々の故郷はアラミゴだが、それがお前の全てではない。おお、どう生きるか。ジブリだね。まだ見てないんだよね、あれ。お前次第だ。何を求めるにしても困難な道になるだろう。だがお前の命が異教の冒険者に救われたこと忘れずにいるといい。これいいな、なんかこういうおじいちゃん。少し考えてみるよ。少し自分のレベルの近いダンジョンくぐって装備整えるのもありですが、ドロップはランダム。あ、そうなんだよね。ランダムなんだよね。すまなかったな。あとありがとう。じゃあやっぱ買うしかないのか。私からも礼を言おう。お前のような御人がいることが明日を生きる希望となる。本当に世話になったな。うわ、いいおじいちゃん。アイメイク気になる。これ普通にもうハイポーションとりあえずもらっとこう。もう一回話すのか。つかの間の帰還。仮面の男についてはウィルレットが言っていたことが全てだ。はいはいはい。調査を続けるのであれば、他の血を当たるべきだろう。お前の仲間と相談してみるがいい。これで帰るのか。あ、もうアラミゴ救い終わった？
ミンフィリアに報告ってことは、ミンフィリアの近くに武器屋さんなかったから、一回、あれだわ。あ、ここウルダハか。ウルダハか。一回ウルダハに行って、そうだね。ウルダハに行って、なんか装備買おう。で、防具屋さんはどこだ？武器屋さんはなんか表通りみたいなとこだった覚えがあるんだよね。あ、ここか。ここってことは、戦災地は？ここね。オーケー。これで左曲がるのね。わー、でもさ、見た目がいい服ってさ、なんでみんなあんな持ってるの？何で手に入れてんの？ああいうの。こういうの。こういうの。こういうのみんな何で手に入れてんの？ショップじゃ売ってないでしょ？え、俺も見た目がいいの欲しい。え、かわいい。いいなあ。あれ、あのエテライト俺公開あれしない？課金とか、まだまだ先のダンジョン。まあ、そういうことなんだ、やっぱ。まあ、課金はあれなんだけど、課金のダンジョンに出てくるってなると困るよな。なんかどうしようもないじゃん。とりあえず、防具屋。え、武器と防具どっちが優先？あれ、武器何持ってんの？アイキャラクター。あ、これでも悪くなくね、これ。レベル32から、アッシュキャリバ、キャバルリボー。レベル32からだから、これは悪くないのか、別に。じゃ、防具だな。ちょ。ファイター向け。30オーバーの防具。帽子は確か30オーバーしてるから。自分のレベルより10低い装備は注意。あ、やばいんだ、やっぱ。これ35から買える。これ買った方がいい。リネンシャツがいいかな。あ、てか、リネンシャツ。あ、絶対こっちだわ。あ、思った以上安い。安くはないけど。待って、俺嫌な予感する。持ってたりしない？俺、もしかして。マイキャラクター。装備、装備。最強。いや、全然だわ。やっぱレベル10、そうだよな。レベル10以下はやばいのね。だって覚えた。じゃあ10オーバーで更新するっていうのが大事。これだな。合います。リネンサルエル。他は使えないからこれだね。ほい。え。他は使えないから、これだね。オッケー。頭はぼちぼち悪くないんだよね、確か。あ、でも結構変わるわ。12。いや、3000でしょ？買っちゃった方がいいか。買っちゃおう。ん、俺今何買った？マイキャラクター。とりあえず最強装備適用。あ、オッケーオッケー。全部35、オッケー、全部35オーバーなった。で、投影する。え、こういうのもめっちゃ変わる？俺多分初期から全然変えてない。見て、レベル1からだよ、これ。これ変わる？やばい？どこで売ってんの、これは。マテリア紙。変わるよ。変わるよね。そうだよね。変わんなかったらある意味ないもんな。マテリア紙話しかけられないよ。え、なんで？はいはいはい、マテリア先生をお得したいさわ。え、得したくない、得したくない。
絶対有給のなんかバカみたいな時間かかるやつだ。え、マテリア誌ってさ、ジャンルでいくとクラフター、それとも割とパッとできる素材、アクセリア、あったあったあった、アクセサリーや。バトルムジアクセサリー。え、待って、わからんわからんわからん。何がいいんだ ?29 オーバーの VIT、フェルスピード。いや、違うな。進行。なんも関係ない。あ、関係ないんだ。え、待って。意志力って何？俺がつけるべきやつは何？これ？ダイレクトヒット。何？まあ、STR VIT DEX はギリわかる。ダイレクトヒットってなんだ？初見です。アクセも装備も DEX 第一でいいと思います。つけるのはクラフターかな？つけるのはクラフターかな？ああ、なるほどね。ま、ちょっと待って。アクセも装備も DEX 一択？この DEX ってやつが値が高いですね。あ、じゃあ今買えるのこれね。え、なんで？俺今ね、ちょっと教えて。なんだっけ俺。俺なんだっけ？陰陽術師じゃなくて、詩人。本当に飛んだ。吟遊詩人。弓だからね。弓は DEX なのね。買います。俺こういうのは素直に聞くって。DX。これだ。あった。これは ?DX。あ、危ない危ない、ちょ、危ない、クリックしちゃった。DX。マイキャラのパラメータのところ見て。弓と銃は DX。器用さ。で攻撃力上がるので。マイキャラクターのパラメータ見て。弓と銃は DX。器用、DX って器用さって意味なんだ。つまり DX 全部買っていい？これだ。これで全部買った。とりあえず。マイキャラクター、最強装備に対していい？最強適用。で、これ何？フェイスアクセサリー、未開放。パラメータ、これ？あ、待って、これさ、あー、わかるんだ。ちょっと待って、見ていい？はいはいはい、物理攻撃 STR、DX が、弓銃物理攻撃。はーい。装備でどんぐらいプラスになってるかとか見えたらいいな。VIT。あ、まあ、これタンクだよな。DPS、ロール魔法。攻撃魔法の威力。はい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 。回復のヒーラー、MND。これはクリティカルは、まあ、クリティカルはクリティカルだよね。意志力。あー。物理魔法攻撃による与えるダメージ量と回復。物理も増えるんだ、意志力だと。ダイレクトヒット。一定割合増加します。クリティカルとは違うの？ダイレクトヒットの発生。ああ、まあ、防御は防御ね。はい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 。あ、魔法は関係ないね。これ、アイテムで、どんぐらいパロメーター、増えてるんだとかは、見れなそうですね、どこにも。待って、指輪もう一個つけれる感じ？指輪もう一個買った方がいいじゃん。え、同じのつけれないとかある？指輪ってもしかして。まあ、それはないか。まあ、いいキャラクター。これを。ほとんどの指輪は同じのつけれますよ。オッケーオッケー。ありがとう。これで。市販品なら大丈夫。市販品なら大丈夫なんだ。あ、そういうことね。市販品じゃない、なんか、どっかでレア、なんかあの、
なんかでゲットしたアイテムは蹴れないんだ。で、また他には俺の今この状況で買っといた方がいいもの。マイキャラクター、弓矢はこれ DX プラス6クリティカルプラス9。武器矢見てみようかな。武器矢はどれ、あっちかな。奥にも店ある。あ、あるね。あった、武具屋。収集品の。とりあえずこれで大丈夫。大丈夫？オッケー。じゃあ俺行っちゃうわ。ミンフィリアに会いに行くから、所持品で、これだ。うえぇ、待って、戦いたい。どんぐらい変わってんのか見たいわ。戦いたい。てか、ダンジョンってまだ遠い？ダンジョン行きたいな。メインストーリー通りすがりダンジョンがしたいんだよね。あれ？俺今どこ走ってる？よしよし、よしよし。てい。ん？ああ、違う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 。ここ2回入れた話ね。あれでも体力増えてる、なんか。あ、俺こんな1100なんかあったっけ。えい。お金結構使った、もしかして2万か。あ、使った方だな。 FF40 で一番高い買い物したわ。ハリベルトから聞いたけど、随分大掛かりな旅をさせてしまったようね。無事に仮面の男の情報はつかめたかしら。あなたが解決したリトルアラミゴの問題、聞かせてくれる？あー、困窮にあえぐアラミゴの青年たち。網下ろしの地球、あー、そういうことね。仮面の男ね。各地で起きている問題は第7零細の混乱が招いたものだと思っていたけれど、裏で何かが動いているのかもしれない。この問題もう少し深く調べてみましょう。はいはいはい。タタル、相変わらずミンフィリアさんは仕事の鬼です。なんか言ったかしら。失礼します。かわいい。ご本、少し休んでから月の調査の話をしましょう。オーケー。